満州事変は、1931年9月18日に、中華民国法典郊外の龍城湖で、関東軍が、日露戦争で大日本帝国に譲渡された、南満州鉄道の線路を爆破した事件、龍城湖事件に橋を発し、関東軍による、満州全土の占領を経て、1933年5月31日の、探空協定成立に至る、日本と、 中華民国との間の武力紛争である。中国側の故障は918事編。関東軍は約6ヶ月で満州全土を占領した。中国は新朝時代の1902年の影響をし、通商公開条約改正交渉より、領事裁判権の撤廃や関税自主権の回復など、国権の回復に着手していた。一方、日本は1907年。 満州地域にあり朝鮮人入植者の多い真島に、ア安維持を理由に派出所を設置し、警官を常駐させ、ここで、新国も対抗して、同じ区局市外に、変務交渉を設置したことから緊張が高まった。しかし、1909年に、真島協約が締結され、日本側は、清市側の真島領有権、警察権を認める代わりに、 朝鮮人の土地所有権や満州と朝鮮半島を鉄道で結ぶ権利などを獲得した。これに伴い、1909年11月に在間島日本総領事館が設置されたが、翌年に日韓併合が行われたため、日本と清は間島をもって国境で隣接することとなった。1911年、侵害革命によって清が倒れ、 中華民国が成立したが、この協約は中華民国に引き継がれる形となった。また日本は第一次世界大戦参戦の代償として、ドイツ帝国公衆安祖借地の中国への返還を求めていたが、1915年には大化21箇条要求により、日本の権益を要求し、その結果、三島省に関する条約と満州における、 日本人の土地に関する特権を約束した南万東盲条約が締結された。しかし日本側が南万東盲条約は当時の国際法で日本人とされていたマジマの朝鮮人にも適用されると主張したところ、これをマジマ協約の合意を無視するものであるとする中国側から反発を受け、1919年には 三島条項が設けられたベルサイユ条約への署名も拒絶した。さらに19、1919年には、朝鮮の3.1運動を契機として、日韓併合に反対する元義兵などの朝鮮人亡命者が真島を拠点として、独立運動を展開した。このことから、1920年には、日本政府による真島出兵が行われた。中華民国、 小解析派は1919 19年7月のカラハン宣言以降、急速に共産主義勢力に接近し、国家継承における条約継承否定説を採用し、日本との過去の条約の無効を主張し始めた。特に、北伐に着手中の1928年7月19日に日清通商公開条約の破棄を一方的に宣言し、これに対して、 日本政府は、その宣言の無効を主張した。また、1915年に、対日制裁として発布された、長弁国属条例は、対価21箇条要求交渉で定約したに、条約13項文に完全に違反する、条例であったが、1929年に強化され、土地等売り現金条例、少疎禁止令など、およそ59の追加法令となり、 日本人に対する土地、家屋の少祖禁止と従前に対策している土地、家屋の改修が図られた。真島や満州各地の朝鮮系を中心とした、日本人居住者は立ち退きを強要され、あるいは迫害された。このことは、満州事変の大きな要因となる。1902年の日英同盟の締結を機に、ロシアは満州から撤兵を開始するが、 日本を軽視し、全兵力の撤兵は行わなかった。日本では、大ロ教行論が紛失し、また韓国、満州の利益に関する日露外交交渉は、決裂。1904年には、日露戦争が勃発し、1905年、この戦争に勝利した日本は、ロシアとの間に、ポーツマス条約を締結した。これにより、日本は、東制鉄道のうち、 旅順長春間の南満州支線と、付属地の炭鉱の咀嚼権、関東州の咀嚼権などを獲得した。この規定に基づいて、12月、日清間で、ロシア権益の継承に加えて並行する、鉄道新設の禁止などを定めた、満州前後条約が締結され、1906年6月7日の、 直令第142号をもって1906年11月26日に南満州鉄道が設立された。一降、南満州鉄道を柱とする満州経営権益は日本の重大な課題となった。鉄道守備隊は後に関東軍となった。一方で日本は1905年10月満州軍総司令官下に 関東総督府を設置し軍政を敷いた。これに、清が抗議し、日本の門戸閉鎖に英米が反発し、1906年3月に満州の門戸解放を迫ったため、日本は満州解放の方針を確認し、同年7月31日の直令196号をもって関東総督府が関東都督府として改組された。 新害革命に始まる中国革命と南満州鉄道に関わる年譜を下に示す。連邦昭和3年6月1日参謀長宛て、ソ連邦大使館付部官第47号5月26日、チコリス軍事新聞、クラスヌイヨインは24日、上海伝として、左の記事を掲載せり調査クリーンは、要査改定に次の条件により、 日本と密約の締結すべきを命ぜり一、北京政府は日本に対し三島半島の99年の咀嚼を許しに、その代償として日本はバリに5000万ドルの借款を締結資産。なお日本は満州における鉄道の施設権の占有を受け区法定票は1918年1月4日以降、俯瞰紙幣であったため、たびたび暴落を起こしており、この問題が、 法典表問題と呼ばれていた。1929年6月に、現対応表への平成改革が行われた。1915年の対価21カ条要求の結果、第一次世界大戦の講和条約である1919 19年のベルサイユ条約には、三島省賃倒市のドイツ公衆案咀嚼地の日本への継承を認める三島条項が設けられたが、逆に、 三島省の還付を求める中華民国が署名を拒絶し、中国で反日機運が高まることになった。内閣総理大臣、原敬氏は、東方会議の後暗殺され、大正天皇は、健康が優れずにおり、11月には、昭和天皇が、摂政に就任し、1922年には、ワシントン会議において、アメリカ・イギリスの仲裁で、 三島官部問題が協議された結果、同年、日本は、公衆案咀嚼地の継承を断念し、2月4日、日本と、中華民国の間で、三島県案解決に関する条約が締結され、同年6月2日に発行した。1922年、日英米仏の四国公使が、中華民国政府に対し財政整理勧告を出した。1923年、 鉄道において、臨場事件が起こり、多数の英米人が被害を受けたため、英米を中心に列強による、鉄道警備管理共同案が議論された。また、中華民国の内政すべての共同管理案も議論、されていた。この列強による、共同管理案は、中華民国関東政府をソ連へと近づけさせ、第一次国境合作を始めさせたり、直令派の北京政府に、 カラハン協定及び中、行ける解決けつけ難対抗協定を結ばさせる、原動力となってしまった。中蘇紛争敗北後、審議不明ではあるが、白系ロシア人である法典キリル派代表のペトゥホーフが、品川に交渉中なるが、最近南京政府におては、赤路勢力を北満より一層支配て今後、東鉄に関する意図を除去するため日英米普通四カ国の、 国際共同管理を認めんとの意向を有する向かい、あると話していたとされる。蝶作林爆殺事件の現場関東軍は、地元の新日派軍閥長である蝶作林に軍事顧問団を送り、取り込みを図った。しかし、蝶作林が、排日運動の高まりや欧米からの支援を取り付けようと日本との距離を置き、海外資本の提供を受けて、 いわゆる満鉄の平行線を建設し始めると、両者の関係は悪化した。1928年6月4日、関東軍は、張作林が乗る列車を、秘密裏に爆破し、殺害した。事件を首謀した、川本大作大佐は、予備役に回される、軽い処分とされた。田中義和内閣はこの事件処理をめぐり、昭和天皇から不況を買ったことにより、 翌年7月になって、総辞職に追い込まれた。事件により父親を殺された、張学寮だが、日本を表だって批判することはなかった。とはいえ、この事件は、満州における、日本の地位を弱める結果となった。張作林の後を継いだ息子の張学寮は、紹介席の南京国民政府への合流を決行し、満州の外交権と外交事務は、 南京政府外交部の管轄となった。また、東北政務委員会、東北交通委員会、国民外交協会が設置されて、日本に敵対的な行動を取るようになった。それを追い出しに失敗した、超学寮は、執権失地回復の矛先を、南蛮の日本権益と日本人に向けてきた。満鉄を、経営的に自滅枯渇させるために、 新しい鉄道路線などを建設し、安価な輸送単価で、南満州鉄道と経営競争を仕掛けた。満鉄は、昭和5年11月以降毎日赤字続きに陥り、社員3000人の解雇、全社員昇給1か年停止、家族手当、社宅料の半減、新規事業の中止、枕木補修1か年中止、破損貨車3000両の補修中止、民間事業の補助、 女性中止など、支出削減を実施した。また、長学料は、満鉄の付属地に柵を巡らし、通行口には監視書を設けて、大連から入ってきた商品には、輸入税を支払っているにもかかわらず、付属地から持ち出す物品には税金を取った。さらに、当売国土懲罰令を制定し、日本人や朝鮮人に土地を貸したり売ったりしたものを、 国土通り者として処罰した。多数の朝鮮人農民が土地を奪われ、抵抗した者は監獄に入れられた。満州事変直後、法典監獄には530人の朝鮮人が入れられていたという。その上、林業、工業、商業などの日本人の企業は、日露戦争後の日清前後条約で正当な許可を得た者は、 満鉄付属違いでも営業できることになっていたが、昭和56年には一方的な許可取り消しや警察による事業妨害のために経営不振が続出した。法典総領事から両寧省政府に交渉しても外交権はないので南京政府の外交部に直接交渉するようにと相手にされなかった。外務省を通じて南京総領事が南京政府に交渉しても いつまで経っても落とさたなしであった。満州事変前には、このような日中景年案が370件余りあった。危機感を抱いた関東軍は、再三にわたり交渉するが聞き入れられなかった。これにより、関東軍の幹部は、本国に図ることなく、満州の地域自決、民族自決に基づく分離独立を計画した。 満州に侵攻するソビエト軍戦車中東鉄道付属地に住んでいた白系ロシア人は1924年の捧ぐ祖協定後の中華民国先参照政府側によって擁護されていた。しかしソ連側は共産党員にはの府を中東鉄道管理局長として送り込み1925年には捧ぐ祖協定で決められていた理事会の規定を無視して 第94号命令などを行い、白系ロシア人に圧力をかけていた。南京政府と合流した、長学寮は、南京政府の第一の外交方針である、執権失地回復の矛先を、まず、北満のソ連権益に向けた。1929年5月27日、長学寮軍は、共産党狩りと称して、ソ連領事館の一斉手入れを実施し、 ハルピン総領事と下ニ30人余りを逮捕した。7月10日には中東鉄道前線に軍隊を配置してソ連人の管理局長と高級職員全員を追い出して中国国籍の人を任命した。ソ連は国交断絶を宣告してソ連軍が満州に侵攻し中華民国軍を撃破して中東鉄道全部を占領した。 12月22日にハバロフスク議定書が締結され、12月25日にはソ連軍は撤収を完了した。中東鉄道の経営と特別区の行政におけるソ連権益は回復され、北満州における影響力を強めた。また、ソ連は鉄道警備隊まで撤退しており、満州前後条約第2条に若白国によって、 ソ連の鉄道守備兵の撤退を承諾、するかあるはきをしろ両国間に別に適当の方法を、協定したるジ派日本国政府も、同様、二章すべきことを承諾すとあるので、関東軍の鉄道警備中屯権の根拠が揺らいだ状態になった。ソ連は、ハバロフスク議定書に基づき、中国に対し白系ロシア人の追放を求めて、圧力をかけていたため、 それを恐れ、ハルピンから上海へと移住する、白系ロシア人が途絶えなかった。コミンテルには一国一党の原則があり、1929年頃にはさらに重視されたとされる。朝鮮共産党満州総局は、中国共産党へ加わるために、中国共産党の許可の下で、1930年5月に、間島で武装放棄を行った。また、 1930年8月1日には、中国共産党満州省委員会直属の、武順特別支部の朝鮮人によって、満州で81オッシ厚し暴動が発生した。法天省政府は取締りを強化したが、それに伴い平日夜景日による領民への応募も、増えてしまうこととなった。また、満州における、朝鮮人には、共産思想に被れた者が多くいたため、 中蘇紛争における捕虜の中にも多数の朝鮮人が存在していた。長学寮が日本人や朝鮮人に土地を貸したものを処罰する法律を制定したため各地で朝鮮人の農民が迫害された。1930年11月9日、関東州の武順警察署が武順炭鉱において挙動不審な中国人の取り調べを行ったところ、 共産党に関する書類を多数所持しており、利徳録外2名をはじめその他中国共産党員21名を検挙した。彼らによれば、12月11日の全国ソビエト代表大会前後に、満州省委員会は、中央東部と交往して大暴動を起こし、抗軍を組織して発電所や工場を破壊し、満州に地方ソビエト政府を樹立することを計画していた。 1931年6月15日には、上海疎開の共同疎開公部局警察が、ソ連スパイのイレール・ヌーラウンを逮捕し、極東における、石化機関の全容や、政府要人の暗殺、湾港の破壊計画が明るみに出た。また、押収された文書には、国民政府の軍隊内に、共産党の細胞を植え付け、その戦闘力を弱めることが最も必要だと。 記されていた。22日には、中国共産党中央委員会総書記の向かいただ志発が逮捕される。1931年2月、先人口暮れで、朝鮮人は満州から追放されることになり、行き場を失った。朝鮮人の民は、日中間で、マジマ協約が締結されていた朝鮮西北のマジマに移動し、万ン山に入植しようとした。 しかし、7月2日には真島において賛成保、万宝山の土地を沈借した朝鮮人の農民が、借地買いに許可なく用水路を作り河川から水を引き入れようとし、これに反発した中国人の農民との間に武力紛争が生じ、さらに日本の領事館警察官とも衝突する万、宝山事件が勃発した。この事件を中国側による、 不法行為であるとして、朝鮮半島では、中国人排斥暴動が発生し、多くの死者重権傷者が出た。この事件により、日華両国関係が著しく悪化した。たまたま、朝春の近くで発生した事件では、満州青年連盟の朝春支部長、小沢海作の指導で厳重な抗議行動が展開され、問題を重大化させたが、 このような事件やさらに残虐な事件はザラにあったという。1931年6月27日、大公安令の立ち入り禁止区域を密定していた陸軍参謀中村慎太郎一行が超学寮廃下の管力へ命きする田室荒木軍に拘束され殺害される中村大事件が発生した。事件の核心をつかんだ関東軍は調査を開始したが、 真相が明らかにならず外交交渉に移されることとなった。その場で中国側は調査を訳したが日本による陰謀であるなどと主張したことにより関東軍関係者は態度を硬下させ日本の世論は沸騰し中国の非道を急断日日間は緊迫した空気に包まれた。8月24日陸軍省は満州北西部佐久地方の保障占領案を 外務省に送付したが、両省間で協議の結果、見合わせることになった。しかし中国側が殺害の事実を否定する場合は、関東軍の協力を得ながら、林九次郎法典総領事が強行に交渉することになった。鈴木定一の戦後の改装によると、長田鉄山軍事課長と、 谷正幸外務省アジア局長らが満州問題解決に関する覚書を作成し、武力行使を含めあらゆる手段を持ってやることが書かれていたという。この二つの偶発的ともいえる事件により、また8月18日に、タオにある国水会の本部が中国人の集団に襲撃されるチンタオ国水会事件も発生し、さらに、 日本人女学生数十人がピクニック中に強姦される事件も発生し、日本の世論を背景に、関東軍は武力行使の機会を伺うようになった。中国側が、ことの重大性を認識し全面的に事実関係を認め、中村慎太郎一行殺害実行犯の、官玉営を取り調べ始めたと、日本側に伝達したのが9月18日午後に、至ってからであったが、 すでに手遅れであった。この日の夜半、流浄湖事件が発生したためである。1927年頃、長田鉄山、岡村康二、小畑俊四郎らが二楊会を結成し、人事刷新、総動員体制の確立、万網問題の早期解決などを目指した。同年11月頃、鈴木定一参謀本部作戦会員らによって、木曜会が組織され、 1928年3月には、帝国自尊のため万毛に、完全な政治的権力を確立することを決定した。1928年10月に、石原幹事が、関東軍作戦主任参謀に、1929年5月に、板垣清志郎が、関東軍高級参謀になった。万毛問題の解決のための軍事行動と、 全満州占領を考えていた石原板垣らは1931年6月頃には計画準備を本格化し9月下旬結行を決めていたとされている1929年5月二葉会と木曜会が合流して一席会が結成され人事刷新満州問題の武力解決非常集計三省官の擁立を取り決めた 同年8月、岡村康二が陸軍省人事局部任課長になり、1930年8月、永田哲山が軍務局軍事課長になった。同年11月永田は、満州出張の際に、工場用の24センチメートル榴弾砲の、送付を、石原らに約束し、1931年7月に、不評、第29連隊の衛帝に据え付けられた。 満州事変直前の1931年8月には、陸軍中央の主要実務ポストを一席会会員が、ほぼ掌握することとなった。1931年3月、満蒙問題の根本的解決の必要を主張する、昭和6年度情勢判断が作成され、同年6月、縦川日持参防本部、 第二部長委員長とし、陸軍省の永田鉄山軍務局軍事課長、岡村康二人事局部任課長、参謀本部の山脇正隆編成課長、渡里久尾米課長、茂藤千秋品課長からなる、いわゆる五課長会議が発足し、一年後をめどに、満盲で、武力行使を行う、胸の満州問題解決方針の代行を決定した。同年8月、 五課長会議は山脇に代わり登場。秀樹編成課長が入り、今村人志参謀本部作戦課長と、磯谷蓮助教育総監部、第二課長が加わって、七課長会議となった。今村作戦課長は、満州問題解決方針の対抗に基づく、作戦上の具体化案を8月末までに作成した。陸軍中央部では、長田鉄山、 鈴木定一らが動き、関東軍では、石原幹事、板垣清志郎らが動くことで、満州事変の準備が整えられ、一石会計幕僚が、陸軍中央を引きずり、内閣を引きずって、満州事変を推進していった。外務省は、関東政府と何度も話し合いを行うなど、国際協調を重視した、市出原外交を行った。 当時の外務省の見解として、茂原喜重郎外相は、シナ人は、満州を、シナのものと考えているが、あれは、ロシアのものだった。牛僧の領事を任命するには、ロシアの許諾が必要だった。日本がロシアを追い出さなければ、満州は、新国領土から失われたことは、間違いない。しかし、日本は、領土権は主張しない。日本人が、 相互有効協力の上に満州に居住し経済開発に参加できれば良いのであって、これは少なくとも道義的に当然の要求である。また中国が仮初めにも日本の鉄道に無理強いするような競争線を建設できないことは審議上自命のリベあルと述べている。シデハラ外相は英米との国際協調により、 中国政府に既存条約を尊重することを求めようとし、アメリカのマクマリー中中国講師も同様の方針を本国政府に訴えていたが、国務省内の親中派のホーン・ベルク、極東部長によって、日本との協調路線は退りけられた。事件直後の流浄湖の爆破現場1931年9月18日午後10時20分頃、 宝天郊外の流上湖付近の南満州鉄道線路上で爆発が起きた。現場は3年前の超作林爆殺事件の現場からわずか数キロの地点である。爆発自体は小規模で爆破直後に現場を急行列車が何事もなく通過している。関東軍はこれを超学寮の東北軍による破壊工作と発表し、直ちに軍事行動に移った。 これが、いわゆる流浄古事件である。戦後の GHQ の調査などにより、本事件は、川本大佐の公認の関東軍高級参謀、板垣清志郎大佐と、関東軍作戦参謀、石原幹事中佐が死亡し、軍事行動の口とするため自ら行った、陰謀であったことが判明している。法典特務機関補佐官、花谷忠志少佐。 長学寮軍事顧問補佐官、今田慎太郎隊らが爆破工作を指揮し、関東軍のトライ次独立守備隊の川本末森、中意識の一小隊が爆破を実行した。事件現場の流上小近くには国民革命軍の兵衛である北大衛がある。関東軍は爆音に驚いて出てきた中国兵を射殺し、北大衛を占拠した。関東軍は 翌日までに、法典、長春、栄光の各都市も占領した。法典占領後すぐに、法典特務機関長、土井原賢治大佐が臨時市長となった。土井原のもとで民間特務機関である甘春機関を運営していた甘春正彦元大尉は、春瓶出兵の口実作りのため、法典市内数箇所に爆弾を投げ込む工作を行った。 9月22日関東軍は、居留民保護のため春便出兵の意向を示したが、陸軍中央は認めず、断念した。事変翌日の9月19日、長学寮は帰り見ひとしと今後の対応を協議し、小ただしひとしは、以下の2点を提言した。1、国民政府に連絡を取り、国際連盟日本権を提訴する、よう依頼することに、関東軍司令官。 本城茂と早急に会談すること。また9月19日午前、中国、以下ここでは、単に、中国と表記する。の行政院副委員長、総支分と日本の中華な講師、茂光葵が会談し、日中直接交渉方針を確認する。茂光は、茂原基重郎外務大臣に許可を仰ぐと、茂原は同意し、訓令を発した。だが後日、 中国側は前言を撤回する。9月21日、中国の国際連盟代表世、はじめもとは、国際連盟事務総長ドラモントに対して、国際連盟規約第11条により、事務総長は、即時理事会を開いて速やかに明確かつ有効な方法を講ずるよう要求した。一方日本は自衛のためと主張して、 国際連盟の介入を批判し、日中両国の直接交渉で解決すべきことと述べた。この時点で国際連盟理事会は日本に融和的で中華民国にデータンだったが、10月以降の事態拡大により態度は変化していった。連盟理事会は最終的には制裁に至る。 可能性もある規約第15条の適用を避け、あくまで規約第11条に基づき、日中両国の和解を促すに止めた。9月30日、日中両国を含む全会一致で、両国に通常の関係回復を促す理事会決議が採択された。中国には責任を持って、鉄道付属地外にいる日本人の生命財産を保護することを求め、日本には、 保護が確保され、次第、軍隊を鉄道付属地に引き上げることを求める、ものであった。校舎についてはできる限り速やかにとあるのみで、期限は付されなかった。9月21日に、国民政府に急遽設置された、特殊外交委員会の会議が開かれ、小正しひとしは、9月30日付の、連盟理事会決議を日本に、遵守させるのは、不可能だろう。 との見通しを示し、連盟の監督と協力の下で、日中間で直接交渉を行うのがベストだと主張した。しかし、この主張は採用されなかった。9月19日午前7時、陸軍省参謀本部合同の勝負首脳会議が開かれ、小磯国明軍務局長が、関東軍今回の行動は、全部首都のことなりと発言し、一同異議なく、閣議に、 兵力増派を定義することを決めた。出席者は杉山元陸軍次官、小磯国明軍務局長、二宮春重参謀次長、梅津吉次郎総務部長、今村仁志作戦課長、橋本虎之助第二部長、及び実質的に局長待遇であった、永田鉄山軍事課長であった。勝負首脳会議の決定を受け、作戦課は、朝鮮軍の応急派兵。 第十四団の動員派遣の検討に入り、軍事課は、閣議提出案の準備にかかった。同日午前10時の閣議で、南次郎陸軍大臣は、関東軍増援を定義できず、事態不拡大の方針が決定された。同日午前、杉山陸軍次官、二宮三謀次長、荒木貞夫教育総監部本部長によって、満貌問題解決の動機となすという方針が、 合意され、条約上の既得権益の完全な確保を意味し、全満州の軍事的占領に及ぶものではないとされた。同日午後、作戦家は、関東軍の旧体復帰は断じて、不可で、内閣が承認しないなら陸将が辞任して、政府の打解も実さないという、満州における、自局前後策を作成し、参謀本部内の首脳会議の承認を得た。 作戦家は、関東軍の現状維持と万能問題の全面解決が認められなければ、陸軍によるクーデターを断行する決意であった。南陸省は、事態不拡大の政府方針に留意して行動するよう、本城茂関東軍司令官に訓練した。20日午前10時、杉山次官、二宮次長、荒木本部長は、関東軍の旧隊復帰拒否と、政府が、 軍部案に同意しない場合は、政府の崩壊も気に留めないことを確認した。軍事化は、事態不拡大という閣議決定には、反対しないが、関東軍は、任務達成のために、危機の措置を取るべきであり、中央から、関東軍の行動を拘束しないという、自局対策を策定し、南陸省、金谷藩山参謀総長、武藤信義教育総監の承認を得た。 9月19日午前8時30分、林千従郎朝鮮軍司令官より、飛行隊2個中隊を早朝に派遣し、混成旅団の出動を準備中との報告が入り、また午前10時15分には、混成旅団が午前10時頃より逐次出発との報告が入ったが、参謀本部は、部隊の行動開始を法直命令か達つまで、見合わせるよう指示した。 20日午後陸軍参長官会議で、関東軍への兵力増派は、閣議で決定されてから行うが、情勢が変化し、状況暇なき場合には閣議に図らずして、適宜前処することを、明日首相に了解させると議決した。長学良が指揮する東北変貌軍の総兵力約45万、に対して、関東軍の兵力は、約1万であったため、 兵力増援がどうしても必要であった。そこで、関東軍は20日、特務機関の暴略によって、吉林に不穏状態を作り、21日、居留民保護を名目に、第二師団主力を吉林に派兵し、朝鮮軍の導入を格索した。21日午前10時の閣議で、朝鮮軍の満州派遣問題が討議されたが、南次郎陸将の必要論に同意するものは、 若月玲次郎首相のみであった。21日、林朝鮮軍司令官は独断で混成第39両団に越境を命じ、午後1時20分、部隊は国境を越え、関東軍の指揮下に入った。21日午後6時、南陸省に、内事の上、金谷藩三三謀総長は、 単独医薬上層によって天皇から直接、朝鮮軍派遣の許可を得ようと参大したが、永田鉄山軍事課長らの強い反対があり、独断越境の事実の報告と陳謝に留まった。21日夜、杉山元陸軍次官が、若月首相を訪れ、朝鮮軍の独断越境を、明日の閣議で承認することを、天皇に今晩中に創上してほしいと依頼したが、 若月首相は断った。林朝鮮軍司令官の独断越境命令は、翌22日の閣議で、体験看板とされる可能性が強くなったため、陸軍内では、陸将、参謀総長の辞職が検討され、陸将が辞任した場合、現役将官から公認は出さず、予備役、後備役からの陸将任命も徹底妨害する、つもりであった。増問題は、 陸将自任から内閣総辞職に至る可能性があった。22日の閣議開催前に、小磯国明軍務局長が若月首相に朝鮮軍の行動の了解を求めると、若月はすでに出動した以上は仕方がないと容認し、午前中の閣議では出兵に異論を唱える閣僚はなく、朝鮮軍の満州出兵に関する経費の支出が決定。 天皇に創上され、朝鮮軍の独断出兵は、自後承認によって、正式の派兵となった。ラッパを吹奏しながら、父春に入場する関東軍法典占領直後の、城内の様子近州の広島に往復店付近を行く、日本軍日本政府は、事件の、翌19日に緊急閣議を開いた。南次郎陸軍大臣はこれを、関東軍の自衛行為と強調したが、 シデハラ・外務大臣は、関東軍の暴略との疑惑を表明、外交活動による解決を図ろうとした。しかし、21日に林中条の朝鮮軍が、独断で越境し、満州に侵攻したため、現地における、企業爆破事件であった、流城湖事件が、国際的な事変に拡大した。21日の閣議では、 事変とみなすことに決し、24日の閣議では、この上事変を拡大せしめざることに、極力務むるの方針を決した。林千十郎は対名を待たずに行動したことから、独断越境司令官などと呼ばれた。関東軍参謀は、軍司令官、本城茂を押し切り、政府の不拡大方針や、陸軍中央の局地解決方針を無視して、自衛のためと称して、 戦線を拡大する。独断越境した朝鮮軍の増援を得て、管轄外の北部満州に進出し、翌1932年2月のハルビン占領によって、関東軍は中国東北部を制圧した。これ以降、関東軍は満州問題について先行して、国策を決定し実行するようになった。なお、政府は事件勃発当初から、 関東軍の公式発表以外の内容の報道を規制したため、禁止件数は8月以降急激に飛躍的増加を示すに至りし、原因は9月において満州事変の突発するありという状況となった。さらに、事件の日本人関与の事実を把握すると、12月27日通帳の記事差し止め命令に、超作林の幕府と本法人との間に何等かの 関係あるかごとく随ませる事項を入れて、情報操作を強化した。アメリカのスティムソン国務長官は、茂原外務大臣に、戦線不拡大を要求し、これを受けたハ原は、陸軍参謀総長金谷藩さんに電話で万里の、頂上や北京への進行を進めると英米との、折衝が生じるため、戦線を、法典で止めるべきことを伝え、金谷陸軍総長はそれを承認した。 この電話会談での不拡大路線の意思決定を、締原は、中日大使フォーブスに伝え、金州までは進出しない旨を伝え、フォーブスはそれを本国にいる、スティムソン国務長官に伝え、スティムソンは、戦線不拡大を記者会見で伝える。しかし、金谷陸軍総長の抑制命令が届く前日に、石原幹事ら関東軍は、金州攻撃を開始してしまう。 スティムソンはこれに激怒する一方、関東軍も軍事作戦の漏洩に激怒する。1931年10月8日、関東軍の爆撃機12機が石原の作戦指導の下、と、方を放棄した、長学寮が拠点を移していた領念賞金州を空襲した。石原は偵察目的であったとしているが、各機に2 5ラム爆弾を5、6個乗せて出撃し、 計七十五個投下している。南次郎陸軍大臣は、若月礼次郎首相に、中国軍の対空砲火を受けたため、やむを得ず、取った、自衛行為と報告した。関東軍は、長学領は、近州に、多数の兵力を集結させており、放置すれば、日本の現役が侵害される恐れが強い。万貌問題を速やかに解決するため、 金州政権を駆逐する必要があると公式発表した。国際法上は予防措置は自衛権の範囲であるが、後国際連盟により派遣された、立東調査団は自衛の範囲とは呼び難いと結論した。9月24日に日本政府は不拡大声明を出していたが、これによって、締原の国際協調主義外交は国内外に、 指導力の欠如露呈し大きなダメージを受けた。11月8日、天津で日中両軍が衝突。法天特務機関長、土井原賢治が、班長学良の表玉将と連絡し、背底不義を脱出させ、満州入りさせた。11月19日に、日本軍が父春を占領し、12月28日に、金州に迫った。犬飼武史首相が、 長学寮に、金州からの撤兵を要請し、長学寮が了承し、1932年1月3日、日本軍は金州を入場した。中国の要請によって、連盟理事会が1日早く10月13日から開催され、日本軍の鉄道付属地への撤兵に期限をつけた、決議が提出されたが、日本一国の反対で否決された。 10月15日の秘密理事会において、アメリカのオブザーバー調整が決定した。緊襲爆撃で、対日感情が悪化したことは確かだが、日本の立場が苦しくなった。大きな要因は、連盟日本代表の吉沢健吉中仏大使の、不手際であった。セシルエ代表は、もしある国の代表が、あれほど雄弁でなく、またもし他の国の代表が、 もう少しよく表現できたならば、問題の解決はこんなに紛糾せずに済んだろうと、10回した。天津時代の不義と遠洋関東軍は、国際世論の批判を避けるため、あるいは、陸軍中央からの支持を得るために、満州全土の領土化ではなく、傀儡政権の樹立へと方針を早々に転換した。事変勃発から4日目のことである。九月十二日、当時、 氷玉省と孫だけにより、資金城から強制的に退去させられ、天津の日本疎開に避難していた、新朝の最後の皇帝であった、愛新架倉不義に決起を促し、代表者を派遣するよう連絡した。23日、羅新玉が、皇天の軍司令部を訪れ、板垣大佐に面会して、戦闘艇の副壁を嘆願し、吉林の気候、南の町解放。 猛虎賞を決起させることを約束した。ラ・シンギは、総者党の決起を促して回り、低校所ら新城総者党一派は副壁運動を展開した。同日、猛虎独立を目指して拒兵し失敗した、パプチャップの子、ガンジュル・シャップが、石原中佐を訪れ、猛虎の拒兵援助を嘆願し、軍は武器谷役の援助を約束した。 特務機関長の土井原賢治大佐は、不義に、日本軍に協力するよう説得にかかった。満州民族の国家である新朝の復興を条件に、不義は新国家の皇帝となることに同意した。11月10日に不義は、天津の自宅を出て、11月13日に栄光に到着し、旅順の日本軍の元に留まった。一方で、関東軍は、気候、長慶経ら、 新国家側の受け皿となる勢力に働きかけ、場合によっては、日本軍が彼らの敵対勢力を排除して擁立し、各地で独立政権を作らせた。その上で、これらの政権の自発的統合という体裁をもって、新国家の樹立を図った。橋本金五郎参謀本部ロシア班長ら、桜江メンバーを中心に、この絵師団、第一師団より兵力を動員して、 主要閣僚、宮中重臣らを襲撃し、荒木貞夫教育総監部本部長を首相とする、軍事政権を樹立しようと企てたが、結構前に発覚し、10月17日、首謀者が憲兵隊に保護検索された。若月内閣は、南次郎陸将、金谷藩三三謀総長らとの連携によって、関東軍の北満進出と金州攻略を阻止し、 満州国建国工作にも反対していた。若月内閣を見限った、足立健造内省は、三井、三菱住友財閥が、若月内閣の長くないことを見込んで、円売りドル買いを仕掛けていたが、買いすぎて窮地に陥っていたことを知り、積極財政政策を取る、声友会と連合内閣を作り、財界を救済し、さらに金融出債禁止によって、 距離を得させようと考え、民政党と、政友会の連立内閣を画策した。10月28日、足立内省は、政友会との連立、すなわち、協力内閣案を、若月玲次郎首相に提起した。民政党当人派の富田幸次郎、田野茂慶吉、山道上一、中野聖郷、長井隆太郎らが、協力内閣に賛同していた。 若月首相は、挙国一致の内閣によって、関東軍へのコントロールをより強化できるのでは、ないかとの判断から賛成し、井上淳之助蔵省や茂原基重郎外相に、相談したが、外交方針、財政方針が異なるとして、強く反対され、断念した。井上蔵省は、協力内閣は軍部を整中、統制するものではなく、 軍部に小瓶とするものと認識していた。声優会は11月4日に政務調査会で金融出債禁止を決定し、10日には議員総会で金融出債禁止とともに連盟の脱退をも辞せずとの決議を行った。当格の動きは声優会でも強まっており、12月4日には声優会の山本定次郎、鳩山一郎、森津と村が、 陸軍の今村糸作戦課長、長田鉄山軍事課長、東条秀樹編成動員課長らと懇談するなど、声優会の有力者は陸軍にも直接、働きかけていた。十一月二十一日、安達内相は、風見明の起贈した、協力内閣樹立を目指す声明を発表し、安達配下の中野聖号が、協力内閣工作を熱心に進め、十二月九日、 クハラ・フサノスケ会幹事長と協力内閣に関する覚書を交わした。12月10日、覚書を見せられた若月内閣は、足立チ以外の閣僚と協力内閣反対の方針を確認し、足立チ日本意を促した。しかし足立チは拒否し、辞定に帰って、再三の閣議への出席要請に応じなかった。12月11日、 若月首相は閣議に出席しない、足立内相に対して辞職を要求したが、足立は単独辞職を拒否したので、結局やむを得ず総辞職を決定した。本来は、関東軍司令官にある命令権を天皇の名で参謀総長に委任する委任命令という手段で、金谷参謀総長が、 金州への進撃は禁止すると断固たる命令を下したため11月29日に関東軍は金州攻略を中止した。この結果国際連盟とアメリカは当事者能力を取り戻した日本政府への信頼を寄せた。国際連盟で妥協が図られ日本の満州での非属討伐権を認める代わりに調査団の派遣が決定された。 12月11日午後の新聞には、日本外交代勝利の文字が踊り、世論は湧き返った。若月民政党総裁への対面再高下、犬会政友会総裁の単独内閣、民政党と政友会による連立内閣の3つの可能性があったが、12月13日、犬会内閣が誕生した。犬飼武史首相は、荒木貞織区長の就任条件として、 満州問題は、軍部と愛協を力して、積極的に解決することを約束し、森勤内閣初期官庁が事変を積極的に推進した。荒木の陸将就任には、軍事課長の長田哲山、聖友会の小川平吉ルート、及び軍事課品班長の鈴木定一、聖友会の森勤ルートから、犬会首相に、働きかけがあった。また、増将には、 高橋レキ夫が就任し、金融出債禁止を断行して、緊縮財政政策から、積極財政政策に転換した。その結果、三井財閥を、はじめ、各財閥は距離を得た。12月23日、万能独立国家の建設を目指す、自極処理要項案が陸軍によって策定され、1932年1月6日、 独立国家建設を容認する陸軍省、海軍省、外務省関係課長による賛成協定案、死な問題処理方針要項が策定された。12月17日と27日に本土と朝鮮より満州に兵力が増派され、12月28日より、金州を攻撃し、翌年1月3日に金州を占領した。1月28日、関東軍は、 参謀本部の承認のもとに、北満ハルビンへの出動を命じ、2月5日、ハルビンを占領し、日本軍は、満州の主要都市をほとんどその支配下に置いた。2月20日の総選挙では、与党政友会が圧倒的勝利を収めた。中国共産党は、満州事変直前、国民政府の構成によって、存亡の危機にあったが、紹介席は、事変勃発で、 早京から高日への転換を余儀なくされ、共産党は息を吹き返した。立憲報告書も満州事変によって共産軍が反撃を開始し、国民軍は戦勝の成果をほとんど失ったとしている。中国在住の米国人で作家のパールバックが暗記章を舞台に描いた第一が1931年に大ベストセラーとなり、1932年に ピューリッツァー賞を取るなど指示を得て、中国共産党への理解と共感が広まった。同作品には、続編の、息子たち、分裂せる家も加わった。こうした世論の傾向と、日本政府の行動が、相まって、後に、日中戦争が始まった1937年には、米国人記者のエドガースノーの手による、毛沢東の電気、中国の赤い星がニューヨークとロンドンで、 出版されている。足立健造は中野聖郷らと1932年に国民同盟を組織し、満州事変を引き起こした軍部に抗し、政党内部から新軍的一国一党制を施行した。北一期に触発された中野聖郷は国家社会主義を鮮明にした東方会を組織、新軍的政治結社として声優会。 民政党などを批判した。無産政党である社会民衆党もまた従来の植民地朝鮮、満州の放棄の主張から路線を変更し、満州事変に賛同した。アメリカの国務長官スティムソンは、1932年1月7日に、日本の満州全土の軍事制圧を、中華民国の領土、行政の侵害とし、 パリ不戦条約に違反する一切の取り決めを認めないと同義的韓国に訴え、日本と中華民国の両国に向けて通告した。アメリカは不戦条約批准の際、自衛戦争は禁止されていないとの解釈を打ち出し、また国境の外であっても自国の利益に関わることで軍事力を行使しても、それは侵略ではないとの留保を行い、 さらに自国の勢力圏とみなす中南米に関しては、この条約が適用されないと宣言していた。イギリスは、スティムソン・ドクトリンに対して、この文書に、イギリスが連名して、日本に共同通をする必要はないとアメリカに、通告した。スティムソンは、イギリスは、極東問題でアメリカと歩調を合わせないという、ロンドン発の報道にひどいショックを受けた、と日記に残している。 ロンドンタイムズ紙はイギリス政府が中国の管理運営権限を擁護するなどという姿勢を出す必要はないと思われる。中国にしっかりした政府の管理運営の実態はない。1922年にも存在しなかった。現在でもない。中国政府によるしっかりとした管理運営は関連上にしか存在しないと同意した。日本政府は イギリスの姿勢を歓迎した。犬飼内閣の外務大臣に就任した吉沢健吉は、口先介入ばかりしてくるアメリカに、スティムソンドクトリンへの回答として、シナブ統一の現状を釈量されたしとしたためた。元中日大使で満州事変時に国務次官だったウィリアム・キャッスルの退任直後の1933年4月の講演によると、 フーバー政権は日本を不必要に刺激しないよう、慎重でなければならず、実際、一貫して、対日経済制裁に反対であると、国際連盟に伝えており、侵略的行動の成果を承認しないけれども、重大な結果をもたらし得る対日ボイコットには断固、反対し、不承認ドクトリン宣言によって、戦争を意味しかねない制裁発動を押しとどめた。そして、 日本の権益侵害、無視という中国の挑発があったことを忘れがちであり、満州事変をめぐっては、日本への配慮に欠けたことを認めた。スティムソン・ドクトリンは、日本の満州の行動を牽制することに、失敗しただけでなく、両国の友好関係の維持を極めて難しいものに、した。日本の政治家は、満州における紛争は、これから不可否的に起きる、資本主義と、 共産主義の衝突の前哨戦であると理解していた。彼らはなぜアメリカがこの戦いを知恵にしないのか、どうしても理解できなかった。豊田定次郎提徳は、W. キャメロン・フォーブス米中日大使に当てた書面の中で、我々だけでなく、これからの世代も含めて、中国、ロシア型の共産主義を取るのか、アングロサクソン型の資本主義を取るのかの選択に迫られる。 もし中国が共産主義の支配下に入り日本がこれまで通りの主張に沿った対処をすれば日本自身がかつての意気や津島の立場に立つことを意味するつまり共産主義の攻撃を受けて立つ防衛の最前線に立つということである日本はその道を取ると書いた1932年1月28日に日本海軍と 中華民国19素寺軍が衝突する第一次上海事変が勃発し3月1日に中華民国軍が上海から撤退し同日満州国が中華民国から独立して建国宣言をした1932年5月5日上海停戦協定で日中両軍が上海市区から撤退した1931年12月10日の 国際連盟理事会決議は日本は巻き返しに成功して日本に有利なものとなった。日中両国はさらなる事態の悪化を避けることを求められたものの日本軍の鉄道付属地への撤兵については9月30日の決議を再確認する形でできる限り速やかにとされ期限は設けられなかった。また事案の特別な状況に鑑み5名よりなる。 調査団が派遣されることになった。さらに、日本は、非族討伐のために、占領継続はもちろん軍事行動を、今後も行い得る自由を得た。1932年1月25日に開かれた、国際連盟理事会では、中国代表の対日避難にもかかわらず、理事会で、それに応える動きはなく、特別の事態が発生しない限り、満州問題はこれで、 ひとまず落着したかのように考えられていた。上海事変の勃発は田中上層文の影響もあり、日本が満州を起点に中国侵略を準備し進めているという中国の主張を裏付けるものと受け取られ、それまで満州問題では日本との妥協に努めていた。イギリスも態度を一変し中国寄りの姿勢を鮮明にした。 1932年1月29日の理事会は中国の要求を入れ日中間の紛争を連盟規約第15条で取り扱うことを決定した。当事国である日本の決議賛成が必要な第11条で処理されていた満州事変が上海事変とセットで採決から当事国が除外され最悪の場合第16条によって侵略者と認定され 制裁の対象となり得る案件となってしまった。また2月16日には、日中両国を除く12理事国名義で、連盟規約と不戦条約に反する事情変更は認めないという通告が日本政府に対してのみ行われた。さらに、中国は規約第15条9項に基づいて、日中紛争の処理を理事会から総会に移すことを要求した。 理事会の大国は当初複雑なる本件の解決に総会における討議は適当でないとの立場から反対していたが結局2月19日の理事会で中国の主張が通ったこうして上海事変だけでなく満州事変も理事会から総会に移されしかも規約第15条で処理されるという日本にとって最も不利な手続きを適用されるに至った 3月3日、国際連盟臨時総会がジュネーブで開かれ、3月11日、連盟規約と不戦条約に反する事情変更は認めないという2月16日の対日通告を確認し、規約第15条3項あるいは必要な場合は、第4項に基づいて韓国案を作成するために19国委員会を総会内に設置することを決めた。 1932年3月3日、中国軍を制圧した日本軍に停戦命令が下ると聞く耳を持たなかった国際連盟各国代表も日本の態度を正当に了解しかけた。上海事変の勃発で日本への疑念を深めていたイギリスでも3月22日の会員審議において与党保守党の重鎮オースティン・チェンバレンは 労働党議員の対日批判を揺さめ、日中共に友好国であり、どちらにも組みしないとした上で、中国には国内秩序をきちんと保てる政府が望まれること、日本が重大な挑発を受けたこと、条約の神聖さを声高に唱える中国が少し、前には一方的行動で別の条約を破棄しようとしたことを指摘し、重権はボイコットへの適切な対応ではないとしつつ、 対日制裁論を退け、国際連盟に慎重な対応を求めた。サイモン外相の答弁も、チェインバレンに同調するものであった。5月5日、日中両国の全権とともに、英米不通の中中講師が署名した、停戦協定が成立。協定に撤収期限が明記されなかったにもかかわらず、日本軍は直ちに撤収を開始し、同月中に完了した。日本が、 中国全土侵略を準備し実行しているという中国のプロパガンダのためにそれまで全く帰り見られなかった現地法人保護が目的だという日本の主張の正当性が事実をもって示された形になり国際社会における対日世論は大きく改善した。しかし国際連盟は満州事変だけを取り扱っていた段階でのコンセンサスであった。 英仏主導の理事会の場で、規約第11条に基づく当事者間の話し合いによって解決を図るという方針に戻ることはできなかった。満州国皇帝府議1932年2月初め頃には、関東軍は満州全土をほぼ占領した。3月1日、満州国の建国が宣言された。国家元首にあたる失政には、 新朝の背景愛新閣ら不義がついた。国務総理には、提交書がつき、首都は、新京、元号は大道とされた。これらの発表は、東北最高行政委員会委員長、長経慶の交換において行われた。3月9日には、不義の失政就任式が新京で行われた。1932年3月4日、熱化省と省督を占領し、4月に、 頂上戦を確保し、万里の頂上が満州国と中華民国の境界線になった。同年3月12日、犬飼武内閣は、満毛は中国本土から分離独立した政権の統治支配地域であり、逐次国家としての実質が備わる、要誘導すると閣議決定した。日本政府は関東軍の独断行動に引きずられる結果となった。 同年5月に5.15事件が起き、政府の満州国承認に慎重であった犬会は、反乱部隊の一人に暗殺された。1932年6月14日、衆議院本会議において、満州国承認決議案が、全会一致で可決された。9月15日には、大日本帝国と満州国の間で、日満議定書が締結され、 在満日本人の安全確保を基礎とした条約上の権益の承認と関東軍の駐留が認められた。1931年12月、中華民国政府の提訴により、国際連盟では満州での事態を調査するための調査団の結成が審議されていた。英仏遺読の常任理事国に当時国の日本と中華民国の代表からなる6カ国、 事実上4カ国の調査団の結成が可決された。日本の主張も認められて、調査団結成の決議の留保で、満州における貴族の討伐権が日本に認められた。1932年3月、国際連盟から第2大立ン伯爵、ビクター・ブルワー・リットンを団長とする調査団が派遣された。調査団は、日本、上海、南京、観光、 北京などを視察。満州地域を約1ヶ月間現地調査。6月視察を終え、10月国際連盟に報告書を提出した。翌1933年2月24日、立トン報告をもとにした韓国案が国際連盟特別総会において採択され、日本を除く連盟国の賛成及び危険、不参加により同意確認が行われ、 国際連盟規約15条4項及び6項についての条件が成立した。満州国の存続を認めない韓国案が国際連盟で採択されたことを受け、1933年3月27日、日本は正式に国際連盟に脱退を表明し、同時に脱退に関する証書が発布された。探空協定締結熱化賞主席ゆだマリンは、 満州国建国宣言に署名したものの、長学領と内通し、約3万に上る半万高日の軍隊を育成していた。一方、満州国と中華民国との国境三会館では、昭和7年秋以来小競り合いが散発していたが、1933年1月1日、関東軍は一部をもって山会館を占領し、北、市内の出口を抑えた。 1933年春、関東軍は、熱火症を相当することを決し、満州国軍主力及び、第6師団、第8師団、不評第14旅団、騎兵第4旅団による、熱火作戦を計画した。2月下旬、第6師団及び騎兵第4旅団は、行動を開始し、3月2日にしのげげを、3日に、平泉を、4日に、 小徳を陥落させ、3月中旬までに、古北口、木峰口付近の頂上線を占領した。1933年3月中旬、中華民国は、何王金の指揮する、中央軍、約20万を、直令地区に進め、日本軍の南下に対抗させた。中華民国側は、3月下旬にその兵力の一部を、頂上線の北方に進めた。 これに対して、関東軍は、4月11日に、第6師団、不評第14旅団、不評第33旅団を持って、東作戦を開始し、頂上を越えて、中国軍を東伊南に駆逐し、19日、頂上戦に帰った。ところが、中国軍は撤収する日本軍を追尾して、東地区に進出したので、5月8日、第6師団、 第八師団は再び行動を起こし、5月12日に、川を渡って、北平に迫った。昭和天皇は、熱火作戦について、万里の頂上線を越えて南下することを禁じた。しかし、5月3日、武藤信義関東軍司令官は、南下を命じ、天皇は激怒した。関東軍は玉田、密雲などを占領し、北平をしこの間に望むまで進撃し、 北平や天津はパニックに陥った。ただし、関東軍は北平攻略まで行う意図はなかった。紹介席は案内場外、共産党を先に平定してその後日本を払うという方針を変えなかった。1933年5月31日、日中停戦会議の結果、探空協定が締結された。 この協定で、流浄湖事件に始まる満州事変の軍事的衝突は停止された。中国軍は足台通州延響のライン以南まで撤退し、このラインに侵入することを禁じられ、また、頂上以南に非武装地帯が設定され、中国国民党政府は、満州国と頂上線の国境を事実上認めた。関東軍は、河北工作の主導権を握った。しかし、 これは中国側が満州国を正式に国家承認したものではなく、満州の貴族は両国間の懸案事項として残されたままであった。中華民国は国際連盟による1932年決議を根拠に満州の法的貴族と日本による民族自決への干渉を連盟社会で断劾する外交政策を採用し、 国権回復運動における主要な対象を日本人問題に措置することとなる。日本は中華民国、小解析政府による条約の一方的破棄とそれに基づく万能地域、品疎海地域における中華民国行政官や軍隊組織による在留日本人への迫害を非難し、中国中央政府の馬族に対する 警察力の不足を口実とした日本人への殺害、暴行事件の放置に対抗するため実力組織による自衛行動を取らせることとなる。また、満州国の分離建国問題については単なる新国家の承認問題として中華民国の外交的主張を無視した。国際連盟だっとの関係中華民国側は日本軍の軍事行動を侵略行為として 国際連盟に提訴し、1932年3月、立ン調査団が派遣され、10月2日に日本の主張を認めない報告を発表した。熱火作戦は、満州国領土を確定するための熱火省と河北省への進出作戦であった。陸軍中央では、万里の頂上以北に、作戦範囲を限定し、悪化する欧米諸国との関係を極限して、 国際連盟脱退を防ごうと考えていた。しかし、1933年2月20日に閣議決定により日本国の国際連盟脱退が決定され、24日にはジュネーブで松岡全県大使が国際連盟の総会議場より退場した。これは、リットン調査団の報告を受けて24日の国際連盟総会で、 中日紛争に関する国際連盟特別総会報告書が決議された。この勧告を受けた後に熱化作戦を継続した場合、国際連盟規約第16条に抵触することとなり、勧告を無視して戦争に出た場合は、連盟加盟国に対日戦線の正当性を付与する可能性があり、あるいは経済制裁の正当性を与え通称。 金融の関係が途絶する可能性があったためである。このような制裁を防ぐため、外務省では陸軍中央の脱退焦燥論を押し切る形で韓国前の連盟脱退を進めることとなった。結果的に連盟外の米国が当初から経済制裁に反対の立場であったことや、連盟各国の沈黙と無視により、中華民国による 連盟規約第16条の対日適用の要求は、黙殺された。1933年2月24日、連盟総会は、中日紛争に関する国際連盟特別総会、報告書を採択し、3月27日に日本は、国際連盟からの脱退を通告した。1934年4月、外務時間、茂光葵発案の品政策が、 広田外相、アム英字発表によってされ、満州国独立によって日中のメンツが保たれ、東亜における平和秩序は諸外国の干渉によるのでなく、日中二国間で協議すべきこととし、これに対して中華民国と列国は異議を表明した。中祖紛争における中華民国の敗北により、中華民国はソ連への協力を迫られ、日本の情報源の一つであった。 白系ロシア人は中国内ロシア咀嚼地である中東鉄道付属地から締め出されるなど危機に陥っていた。しかし満州国が誕生すると1934年に関東軍特務機関員の秋草俊が監督を務める白系ロシア人の人権尊重や地位工場のための満州国政府は白系路人事務局を設置した。1935年には 満州国がソ連と北満鉄道、譲る渡し協定を結んで、ソ連から中東鉄道及びその付属地を買収した。新洋にある9.18歴史博物館。ありがとうございます。